このウールは伸び縮みするんです。私は春夏のスーツで、背抜きのスーツって暑いから背を抜くのではなくて、このつるんとしているのには意味があって、メンズファッション TV、 皆さんこんにちは。メンズファッション TV 松はじめです。この番組では毎回メンズファッションの楽しさ、コーディネートのポイントなどをお伝えしていきます。さて、今日は背抜きと総裏、これ一体いつからいつまでなんだろうという疑問にお答えしてみたいと思います。皆さんは夏のスーツっていうと、背中に裏地を貼ってない背抜きのスーツを着ますか？なんとなくこの夏のスーツというと背抜きのスーツというものをイメージしていて、秋冬のスーツというと背中も裏地が貼ってある総裏というスーツをイメージしているという方も多いかもしれません。じゃあこのタイミング、一体いつから切り替えるものなんでしょう？そしてそもそもこの裏地、一体背抜きと総裏にはどんな意味があるんでしょう？結論から申しますと、この裏地、季節で切り替えるものではないんですね。ちょっと考えてみたいんですけど、この裏地、一体何のためにあると思いますか？これは汚れとか痛みから守るためなんですね。よくスーツを脱ぐときに、裏にしておくというのを聞いたことないでしょうか？これは表を汚さないためなんです。ですからまず裏っていうのは表の保護をする、そのために裏地があるんですね。もう一つ、摩耗を避けて滑りやすくするという機能もあります。スーツを着るときに袖を通しますよね。その袖のところにも裏地がついていると思います。今ですとキュプラっていう素材やポリエステルなんかも使われていると思うんですが、これがないと考えてみてください。非常に袖通りが悪くて、スーツを脱ぎ着するのが大変になると思います。それから背中の部分っていうのは、これいつもシャツと当たっていますよね。ですからこのつるんとしているのには意味があって、摩耗を軽減する機能があるんですね。そしてこれなかなか知られていないんですが、表地を整えるという機能もあります。要するにですね、裏があるから表がしっかり整ってくるんですよ。スーツやジャケットで使われている生地の多くはウールだと思うんですね。このウールは伸び縮みするんです。これは動きによってもそうですし、湿度によっても変わります。天然繊維のいいとこでもあるんですけど、呼吸してるわけですね。で、この表が動いた時に裏がピシッと整えてくれるわけです。昔のテーラーなんかに行くと、裏地を見た時に裏が汚い方がいい服だなんていう言葉があったんですけど、これはいい服というのは裏地にあえてたゆみを作っておいて、表が伸びたり縮んだりするわけですから、裏でバランスをとってるんですね。まあ、縁の下の力持ちというか、裏地は表を支えてるわけですね。じゃあ一体背抜きにするメリットって何だろうと思いますよね。実は今私が着ておりますこのジャケット、素材はウールシルクカシミヤというサンシャコンというブレンドの素材なんですが、これは秋冬物のジャケットなんですが、仕様は背抜きです。背抜きにすることで体にフィットしてラインを強調できるんです。だから色っぽさが出るんですよね。私も背抜きのジャケットやアンコンのジャケットと呼ばれるものを何着も持ってます。独特のフィット感、それからドレープの美しさ、こういうものを出したくてあえて背抜きにすることがあります。ということで、実はですね、暑いから背を抜くのではなくて、フィット感のために背を抜くんですね。ヨーロッパに行くと、もちろん日本との気候の違いはありますが、背抜きのスーツをくださいというとびっくりされます。基本的にスーツは夏でも総裏なんですね。特に夏は汗をかいた時に裏地がないわけですから、直接生地に汗が浸透しちゃうわけです。私も経営しているオーダーサロンで、背抜きがいいかな、総裏がいいかなということでアドバイスを求められることあるんですけども、お伺いさせていただく方の中には、夏はあまり着ないなっていう方もいるんですよ。まあ、今クールビズっていうのがありますから。そう考えると耐久性も考えて、裏地は夏でも総裏にしておいた方がいいんじゃないかなとご提案することは多いです。じゃあ夏の暑い時どうするんだという声が聞こえてきそうなんですが、こういう時は表地の素材に工夫を凝らすと良いんですね。例えばフレスコ素材、これはざっくり言うと生地がメッシュに織られていて、すごく通気性がいいんです。またウールだけではなくて素材にこだわるというのも一つです。アンゴラヤギの毛、モヘア、毛自体が太くて織物にした時のシャリ感もありますから、とても涼感があります。またリネン、昔の方がリネンのスリーピースにカンカン帽を合わせる、これは暑さ対策として理にかなってるんですよね。
リネンは吸水性も発散性も高いですから、夏スーツとしてもこういうリネンのスーツが許される環境であればリネン素材も良いと思います。ということで春夏スーツイコール背抜きではないと、いつからいつまでが背抜きでいつからいつまでがソーラーなんだろうっていう疑問に関してはあまり考えなくていいっていうことなんですね。現に私も冬のジャケットで背抜きのものを何着も仕立ててます。余談なんですが、私は春夏のスーツで背抜きのスーツって一着も持ってないんですよ。どうもあのペラペラっとした感じ、透け感が嫌なんですね。スーツには構築的なものを求めてしまうので、やっぱりジャケットの方で背抜きにして雰囲気を出してみてはいかがでしょう。ということで、この番組が少しでも面白いなと思っていただいた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。